どうも、ゴルフの三谷です。いつもありがとうございます。今回はヘッドの軌道がアウトサイドインになっている方がしてしまっている大きな勘違い、これを皆さんにシェアしていきたいと思います。ゴルフは様々な情報が入ってきますよね。その中で解釈だったり理解の仕方が間違っていたり、そもそもその情報が間違っていたりすることが結構ありますので、今回はそれについて少し警笛を鳴らしていきたいと思います。アウトサイドインになっている方はぜひ最後まで見ていただいて納得していただけると嬉しいです。私ミツヤは4000名の方が海洋スクールで普段レッスンさせていただいてます。皆さんのこと毎週会える本当に楽しみです。そして動画を見てくれている皆さん、アウトサイドインにもしなっているのであれば、これを見ていただいて直しましょうね。では早速いきたいと思います。アウトサイドインというのは、このクラブヘッドがアウトサイドというのはターゲットの線に対して外側から降りてきて内側に振り抜かれる状態です。いわゆるこの状態だとスライスが出たりボールが飛ばなかったり、ボールの方向も安定しなかったりしてしまいます。そこでこのアウトサイドインになっているその原因というのは、体の動きが手動であるというところの理解の仕方、解釈の仕方のちょっとした間違いなんですね。ではそれはどういうことかと言いますと、ゴルフのスイングというのは体の動きがベースになっています。それはもちろん間違っていません。腕は肩についていますので、体の動きによって腕とクラブは後ろから前に振られていきます。その中で腕がどう動くか、クラブがどう動くかという話になるんですが、この動作、ダウンスイングに入るところでちょっとミスが起きています。それはどういうことかと言いますと、構えた状態から肩を回転させバックスイングをしていきます。ですがこのバックスイングで肩を回転させてそのまま戻ってくるところも肩の動きで振ってしまうと、これがアウトサイドインになってしまうんですね。でこれなぜそうなるかということなんですが、構えたところからいきなりこっちに上がってるわけではないのに、バックスイングとしては正しい位置にこう上がってくるんですが、右の肘を折りたたんで手も上に上がってますよね。手が上に上がっている状態から肩の回転で入ると、腕の位置というのはこういう位置に降りてくるんですね。そうするとクラブヘッドというのは外側に必ず降りてきてしまいますので、これでアウトサイドインになってしまうということなんです。ですからどうすればいいかというと、構えて肩を回転させていくんですが、ここまで肩が回転したらもう肩の回転は使いません。結果的に下半身の動きが入ってくるので体は回ります。ですが上半身を捻転させる、それを元に戻すみたいなことは、体のこの上半身の動きだけでするということは全くありません。ですからバックスイングで肩を回したら、ここからは腕の動きで下に下ろしていくんです。ここからは体ではなく腕が下に落ちてこないといけないんです。ですからここからこういう風に降りてくると、このままクラブが内側から入ってボールを捉えることができます。腕を下に下ろすだけで体の動きというのはある程度元に戻ってきてしまいます。このまま腕だけでガーンってこんな風になる人はいません。このボールを打とうという気持ちになっている時点で腕はこういう風に降りてきますので、さらに体を回してしまうとアウトサイドインになってしまいます。ですからここから腕だけで下に向かって下ろしてくるようなイメージで、ギリギリクラブヘッドはインサイド内側から降りてくる形になってきます。ですが腕だけでこういう風に振ってここで体が本当に止まっていいのかというと、それでは正しく打つことはできないんですが、このボールを向こうに向かって打とうというその意識をするだけで、体というのは実は動きます。無意識に動いてくれます。ですから打とうという意識が無意識に体を動かしてくれるんですね。ですから体をこう動かそうとか思わずに、このボールをあっちに打ちたいという気持ちを持っているだけで、さらに腕の動きをここから下に向かって下ろしていけば体は自然に左側に回ってくれますので、このままこんな風に体が止まるなんてありえないんです。ボールをあっちに向かって打とうと思えば、どうやっても体そのものは左側に回るように動いてくれますので、完全に体が止まった状態になって腕だけがこんな風になるなんてことは絶対にありえません。それはボールを向こうに打ちたいと思ってなければ、なるかもしれませんが、
康に打ちたいと思っていれば体は必ず回転しますので、まあ、そもそも体が回転してしまっているからアウトサイドインになっているわけですから、その動きが止まるなんてことは絶対にありえませんので、意識するポイントとしては、体の動きは主導ではある、それは全体的な大雑把な動きとしてはそれは間違ってはいないんですが、バックスイングとして肩を回転させ捻転させたら、そこからさらに体の動きを戻すということはしなくてもいいよということです。腕を下に向かって下ろしてこのボールを向こうに向かって打とう、そういう意識で腕を下ろしてきてあげれば、それで綺麗に内側から入るようなスイングにつながっていきますので、ぜひ体の動きがメインの動き、主導の動きだから、最初から最後までずっと体の動きが最初に動いていかなければいけないよと思ってしまうと、体、腕とくるのでアウトサイドインの出来上がりという風になってしまいますので、それは少し間違った解釈になってしまいますから、そこは正しくスイングの動作、物理的な動作、そして人間の思い、それも無駄に、無視することはできませんので、ぜひその部分をトータルで考えて、スイングを理解する、ゴルフのボールを飛ばすとはどういう、飛ばすというのはどういうことなのか、自分の気持ちもちゃんと入ってますよね、それをしっかりとうまく使って、ボールは打ってますので、ロボットがやってるわけではありません。我々人間がやってるんです。感情があるんです。打ちたいという気持ちがあるわけですから、それをしっかりと活用してスイングに入っていくのが重要かなと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございます。皆さんのヘッドの軌道がインサイドから降りてくるように願ってますので、練習も頑張ってやってみてください。最後に高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。